高松市保健所によると小林製薬の紅麹コ,コレステヘルプを接種していた高松市の60代女性がおとといからきょうまで入院していたことが分かりましたこの女性は2年ほど前から接種していたということです先月中旬から食欲不振などの体調不良を感じ先月下旬に病院を受診したところ腎機能が低下していると診断されおとといから入院していました 症状が解放に向かったため今日退院したということです。香川県内でベニコージコレステヘルプを摂取して入院した人は合わせて2人となりました。